こんにちは、大阪のみのり薬店の大下と言います。よろしくお願いします。うちの店はですね、ダイエットの、YouTube でございます。ダイエットとは皆さんものすごく興味があるけれども、ものすごくまた逆にですね、いろいろ宣伝してやってですね、どれがいいか迷うというところが一番の悩みどころだと思います。どの店もうちがいい、うちがいい言うてるんですけども、僕が言うのもなんですが、ダイエットの健康的に痩せないと意味がありません。でも何が思って健康的なのか、しんどくないのがダイエットなのか、しんどくなかったら痩せないんじゃないか、いろいろありますが、まずはお腹がへこんでくるということなんですね。一番先にね、イコールこれは脂肪が減るということです。はい、脂肪はお腹にいっぱいついてますよね。だからいっぱいついてる脂肪がついているお腹から減ってきていいダイエットなの。逆に言うと、顔からゲソッとしたり、髪の毛がガサガサになったり、ダイエットしてだるーてだるーて眠たくなったり、これはダメのサインですよね。うちのダイエットでは脂肪というものをメインに考えております。まず、ご来店いただいてカウンセリングを受けていただきます。遠方の方でも電話、LINE、Facebook、いろいろな苦笑してですね、まずはお話ししましょう。あなたがどういう状態かわからないのに、これ飲んだら痩せますせいうのはないと思うんですよね。まずは今までのダイエットの経験を聞いて、あなたに一番最適な漢方薬なりサプリを選びます。そしてですね、その次は、本当に痩せるのかということなんですけども、ご来店でダイエットをずっと続けられている方は皆さん痩せてあります。これは本当です。大阪の吹田市、万博のところへんなんですけども、アサヒビール吹田工場の辺です、すいません、のところなんですけども、定期的に通っていただいて、1週間に1遍、10日に1遍お店に来て体重計で測った、この方は全員 100% 痩せてあります。本当です。それと、遠方の方、今でしたら神奈川とか、宮崎の方はもう卒業されましたけども、週1回ファックスでね、体重を送っていただいてます。ファックスのない方、LINE で毎朝送っていただいたりもしております。この方々も痩せておられますので、何らかの報告をしてください。そして、コミュニケーションを取りながら、今回いいですね、今回ダメじゃんとかね、言いながらやっていきたいと思います。費用ですけども、大体、1万5000円ぐらい、1月に1万5000円ぐらいから、5万円ぐらい。これはですね、お酒を飲む方、外食の多い方、冷え性の方、便秘の方、こういう方、やはりそれなりに、それ痩せない一つのリスクでもあるのでね、そこを改善しながらというのも必要なことになってきますので、そういうことをやりながら、この3つを進めていっておるのが、みのり薬、ごたごたなんですいません。はい、ご興味ある方はこの下に連絡ください。そうですね、真夏ですけども、今年といえばもうあと4ヶ月です。4ヶ月の間に例えば10キロとかですね、12キロ目指すんなら今からスタートがいいと思います。僕自身も12キロ4ヶ月で痩せましたのでね、皆さんもぜひ一緒に挑戦しませんか。僕と一緒にコミュニケーションを取りながら頑張りましょう。よろしくお願いします。